ああ、もう来てるじゃん。え？聞こえないよね。え、でもなんかすごいこっち見てる。え？はい、どうも、さこちゃんのぼるです。今日もね、ダンボール戦記やっていくんですけども、前回ね、もうめちゃくちゃいろいろあったんだけど、まあ、数の LBX、新しい LBX を探そうってことで、北島にいたところ、檜山蓮がですね、北島にやってきまして、まあ、檜山蓮っていうのはね、レックスのことなんですけども、まあ、そのことはね、まだ、バンたちは知らないんだけど、レックスと会いまして、新しい LBX が欲しいなら、うちにちょっと来いと言われて、見に行ったところハンターを新しく見せてもらって、まあハンターをあげる代わりに新しい総理大臣財前宗介の暗殺計画を阻止してほしいみたいな話を急に持ちかけられまして、まあそれをね、鵜呑みにしたところでございます。まあちょっと13歳に任せるにはあまりにも重たい任務なんですけども、まあこの先にね、どうやらその総理暗殺を企んでいるやつがいるらしいんで、まあとりあえずこのビルの中に入って、このビルの3階にいる狙撃手を倒したいっていうところですね。まあとりあえず入っていこう。どんな感じかな。あ、結構綺麗なビルだな。でもこれデンジャーってことはいつ敵が来てもおかしくないんだよな、きっと。この奥は何かあったな、今。おー、宝箱、危ねえ。オールリペア。あれかな、パーティー全員回復できるみたいなやつか。早速来たね。誰が来る ?3 対3だよな、多分。アンリミテッド。KBLBX ね、OK、やるぞ。相手の LBX は何だろうな。ちょっと、強いやつだといいんだけどな。うわ、いらねえ。デクのパーツ全然いらないけど、あ、でもところどころ違う LBX のパーツが入ってんな。まあ、メダル集めとか何かと倒しておいた方がいいことが多いからね。もう本当に段ボール関係なくなってんな。とりあえず KBLBX1 体ずつ倒していくか。そんな強くないとは思うけど、おー、平地でもあの技出るんだな。どうやって出せばいいんだろう。わかん、あ、でも方向キー入力してると出るのかな。あー、 LP 回復があるけども、別に今削られてはないからとか言ってたら削られたけど、あー、出なかった。マジか。おっと、カズヤが、おいおいおい、めちゃめちゃ思いっきりやられてんじゃん。とりあえずこいつ倒して、もう一体次のやつロックオンして、はい、ファランクス届くか。これ届いてる。オッケー、うまいね。 LP 回復取らなくてよさそうだね、このまま。あ、でも相手に取られるとちょっとめんどくさいけど、これなんだろう、このままノックダウン中に攻撃しても倒せそうだと思ったんだけど、無理か。おお、アミちゃんにいいとこ取りされたけど、まあ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 いいでしょう。このまま突っ込め。うわー、無理か、届かねえけど、なんとか。え、なんかアミちゃんめっちゃ攻撃しちゃってる気がするんだけど、ハンターの性能もちょっと見てみたいけど、どんな感じだろう。特に、あー、めっちゃ外側リロードしてるわ。まあでも遠距離型だもんね。だからこういう外側から、ファイナルブレイクチャンス、外側からあの狙撃してるっていう感じなんだろうな。オッケー、めちゃめちゃ戦闘上手くなってない。今の超綺麗だったでしょ。あれ、今までだったらね、吹っ飛ばしたところで、ファランクス当てれてなかったけど。いやー、いいね、いい感じじゃん。積極的に、ファイナルブレイクやっていきたいところだからね。デクか、いらねえ。このまま階段上がってって、3階だもんね。ただ、ちょっと、見逃したくないものもいろいろあるだろうから、ちょっと行っといた方がいいかと思ったけど、敵来たな。さあさあ、とりあえず敵は蹴散らしたんで、このまま3階に行けばいいのかな。確か3階にいるって言って、出たよね。この先だな、もう完全に。こっから入っていけばいいのか。なんかシャッター閉まってたけど。あ、なんかくの位置になってる。かわいい。で、この先、どっちだろう。左にいるのか。右を一応見ておこう。何もないか。OK。そしたらその先の扉？この扉は何？入れちゃうんだ、一応。おーおー、ちゃんとこういうのあるね。拾っておかないと。おもちゃのメダルね。OK。これはもうほぼお金みたいなもんだから。ちょっと敵デクーしか出てこねえんだけど。おー、メタも来たか。まあ、メタも来たってことは、この先がもうボス戦ってことだな。一旦セーブしておこう。で、一応メンテナンスしておくか。OK、メンテナンス完了。そしたら行くかと思ったけど、まだ奥あんのか。奥。あ？ダメなのか。行けないのか。じゃあこっち行こう。お前らかい。なんだよ、お前らかよ。あ、お前はこっちのセリフだわ。あの LBX のガキ。ここで会ったが100年目だよ。知り合いなの？知らないね、バンは。え？あ、思い出した。あ、ちゃんと顔見たことあったんだ。河川敷であの女の人を聞いた。やっと思い出したようだね。この人たちが総理暗殺を？とてもそうは見えないけど。とてもそうは見えないね、確かに。暗殺？お？
はめられたか。どうでもいいよそんなこと。今は例のLBのが先さ。行くよ。完全にはめられた感じなのにこっち先にやんないといけないのかよ。え、マジ？このままこいつらに付き合ってる暇ある？お、何の音今？お。うちをめちゃくちゃにしたのはお前だった。そこは知らなかったもんね。あれから母さんに許してもらうまで掃除するの大変だったんだぞ。次の日にはもうガラス直ってたしな。知るかい、そんなこと。文句があるんなら LBX。 お前ら絶対弱いじゃん。しかもその LBX も別にパーツいらないしな。 D キューブ。ああ D キューブ。お子様のルールに合わせてやる。優しい。今日は機嫌がいいんだ。だって獲物は自分からのこのこと網にかかりに来てくれたんだから。じゃあアンリミテッドじゃないってことか。行くぞ、バトル開始。本当に遊びじゃんこれ。なんだよそれ。アンリミテッドです。あ、一応アンリミテッドではあるのか。なんだ、黒服3人組を倒せ。名前もついてないのお前ら。こいつら大した LBX 使ってこないよな確か。何だったっけ。デクーじゃんお前らも。マジでデクーしかいねえ。マジでここまで戦ってきたと敵と大差ないんだけど。せいぜい武器がちょっと強いかなぐらいかな。どうだろう、武器自体もそんなに大差ないような気がするけど。ちょっと待って、遠いな。うわー、めちゃくちゃ火力高えな。え、なめちゃめちゃ、え、絶対今のハンターだよな。ハンター強ない、めっちゃ削ってくれるじゃん。ちょっと待てよ、一旦落ち着いてガードしつつ、これで1体は倒せた。 OK で、おーおーおー、めっちゃくちゃ強くないハンター。え、めっ俺出る幕ないんだけど、そんな強い。とりあえずこれファイナルブレイクは決めたいから、ちょっと溜めておくか。一旦ここで起き上がるまで待って、痛い。待て、これ倒しきれない気がするな、アタックファンクションで。だから一旦ここでもう一回吹っ飛ばしてから、アタックファンクション危ないな、ちょっと邪魔だよアミちゃん。まあでもこれでいったでしょ。 OK、 ファイナルブレイク。ファイナルブレイクを決める余裕もあります。余裕すぎでしょ、立ち止まるまでもないよ。おーおーおー、みんな10レベルになったか。お、ライトニングランスを使えるようになった。なんだそれ、あれだな、多分新しいアタックファンクションだろうな。おー、デクいらねえ。ただこうなると檜山さんが騙されてるのか、檜山さんに騙されたのかみたいな話になってくるよな。私たち総理大臣を救ったのね。いや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 、もう少し活躍したかったけど、こいつらじゃないでしょ、総理暗殺企んでんの。あの LBX、 前に戦った時よりいい動きをでしょ。頭の LBX も半端ないっす。ハンターマジ強かったな今の。んおのれ。悔しがり方、そんな絵に描いたような悔しがり方。最後の手段、逃げるが勝ちだよ。もう三下ムーブすごすぎるんだけど。そこが魅力、魅力なんだ。ほら、さっさと撤退するよ。ラジャー、さっさと行った行った。うわ、すごい、そんな早くなかったよ今の。で、ちなみに暗殺企んでたのはまだいるんじゃないのか。やりましたよ。いや、まだだって感じじゃない。さっき檜山から緊急連絡が入った。緊急連絡は、あ、どうやら俺たちはいっぱい食わされていた。まあそうなるよね。狙撃手はそのビルにはいない。向かいのビル。マジか。向かいのビルに。おい、バン、パレードだ。間に合う、間に合わなくて。あー、もう始まっちゃってる。財前総介新総理大臣来ました。すごい歓声です。運転手すご。もうそこまで来てるぜ総理大臣さんはよ。本当、どうすんの、間に合うの。え、お、うわ、ちゃんと悪そうなやついる。何その LBX、 ちょっとよく見せて。お、あ、電話、誰だろう。まあ宇崎さんか。バン、カズにはその場に残ってもらう。ほ、おー、なるほどね、ハンターの
カズにはハンターで狙撃手の位置を特定してもらう。闇雲に動くよりは効率的だ。それにハンターの照準機能なら遠くの敵だって直接狙うことができる。おい頼んだぞカズ。大丈夫だよ、だって俺たちはカズを信じてる。俺はカズを信じてるから。私もカズを信じてる。お前ら分かったよ、やるだけやってみる。ここで決めんのがカズだろ。ここは任せろ、お前らも気をつけろよ。なるほどね、カズだけ残ってバンとアミちゃんであいつを止めに行くのか。大丈夫かなあいつら。信じてるだとよ。まったく、ああ言われちゃ打たねえわけにはいかねえよな。こいつもうなかなか鼻にかかった感じだな。向かい伸びるか。よし、何としても見つけてやる。てかさ、さっきあカズヤが仲間から離脱しました。あいつ LBX を手に持ってたけど、それだったら意味なくない？ LBX って遠距離から操作できるからこそ暗殺に使ってたんじゃないんだ。問題はどうやって向かいのビルに行くかってとこだよね。これ何？上の棒の下？下だな。え、待って。これ、こっち行ける？行けないか。このまま下降りて、でも向かいだから、パレードしてる道路を渡らなきゃいけなくなっちゃうもんね。そこを渡れる？あ、どうすんだろう。ああ、もう来てるじゃん。え？聞こえないよね。え、でもなんかすごいこっち見てる。え？でも今後ろから銃声しなかった？え？あ、生きてる。無事だ。財前総理は撃たれていない。おお、無事なんだ。どうなったんだろう。カズが仕留めたか。カズの銃声というのはやっぱり後ろから銃声したもんね。おお。当たった？俺やったんだ。でもなんかこの状況だとすげえ数疑われそうだけどね。当たったの本当に。え、どうなんだろう、どうなったんだ。バン、見つけたぞ。見つけた？やつは北ビルの3階の一番東の部屋。今の銃声俺だ。やつのライフルを破壊した。なるほど。 CCM に位置を送るから急いでくれ。 OK。 バン急ごう。でもどうやって行けばいいの。え？おい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 、山のバンのパレードです。なんでだよ、通れちゃダメだろここ絶対。一番ザル警備じゃん、ふざけんな。でこのビルか、ここに入っていけばいいのね。 OK。 でここの3階にいる狙撃手を倒せばいいと。なるほど。3階だからこの先だよな。左側に行けばいいのか。特に何事もなく一本道か。メタモでとりあえずセーブだけしとけよってことね。オッケー。よし、じゃあ奥入っていくか。ちょっとグリスも足りなくなってきたしな。誰がいるのか。もう誰もいない。あ、LBX だけ残ってる。こいつが財前総理の命を狙った LBX。誰もいない。どこかから遠隔操作されているのね。そんな遠くないはずだぞ、人いたからな。ライフルをもう一丁持ってるわ。また狙撃する気を。こっちのこと見えててそんなことする気？そんなことさせるか。アミ。え、分かってる。行くぞ。OK。やるしかねえな。どんな感じの LBX なんだろう。総理を狙っていた LBX を倒せ。アンリミテッドレギュレーションね。OK。ちょっと見た目気になるんだけどな。1対2？ これもしかして。あ、1対2アサシン。何これ、なんかエヴァみたいだな。さすがに1対2だし負けないと思うけどな。アサシンなかなかかっこいい見た目してんな。ちょ、欲しい。デンジャー、なになになに、なんか撃ってきてる、糸みたいなの。とりあえずあいつさすがにファイナルブレイクで決めたいしな。とりあえず近づいて、近距離戦は明らかに弱そうだもんね。ノックバックさえさせちゃえば。あ、でも勝てえな、体力は多そう。おら、あ、でも全然撃つまでの隙がめちゃめちゃ大きいからなんとかなるね。ガードしつつ、おら、
いた、あぶねめちゃくちゃ火力は高いな。だからそこだけ注意しなきゃいけないけど、別に当たんねえな。そんなに当たる攻撃ではないぞ。オッケーオッケー。一旦ファランクス溜まった。次吹っ飛ばした時に狙うか。何何してくる。一旦ガードしようか。ムービーショット、あーあれだね、ダッシュで避けれそうだね。火力高くない？しかも吹っ飛ばせなかったし。まあまあまあ、いやー、吹っ飛ばしてからやらなきゃと、さすがに当たんねえか今の。マジか、もったいない使い方しちゃったな。あ、しかも新しい必殺技出てきてたから持ってくればよかったな。しまった、そこをカスタマイズしとけばよかった。ちょっと待って、危ない、ギリギリ耐えつつ。お、何、レーザーカッター、危ない、ジャンプ、あ、やばそう。避けきれない、大丈夫？お、なんだ、アミ大丈夫か。ナイスカズ、うん、まお前狙撃すごいじゃない。油断するな、まだ終わってない。ありがとう、やるぞ、武器拾ってやるしかない。さあ残り半分、ここまで。いやでもなんか近距離型になってきてる。まあこっちのことを警戒してちゃんと持ってるんだな、そういう武器も。オッケーオッケー。ただファランクス決めまして、一旦ガードしつつ、ちょっと待って、離れられるとちょっとだるいけど、オッケー。アミちゃんと2人だしな、2対1だし、なんとかなるだろう、さすがに。てかアマゾンです、全然攻撃食らってなくね。こっち狙ってきてるんだな、基本的に。あ、ガードしてくるのか。ちょっと待って、一旦これバッテリーを回復しちゃって、オッケー。逆転する隙を与えない。で、このまま、あー、待って、今の出せねえのか。じゃあこれ、このまま、ファイナルブレイク決めれるんじゃない、これ。ファイナルブレイク決めたいんだよ、さすがに。アサシン、オッケー。決まるんじゃないこれ。お、あ、惜しい、マジか。オーバーヒートしたし、なんで、何オーバーヒートって。いや、ちょっとアタックファンクションで決めたかった。いや、攻撃できない、オーバーヒートで。は、どうすればいい、武器変えればいい。あ、アミちゃんが決めた。何オーバーヒートって、急に来たんだけど。おお、なんでね。なんか無音だなと思ったら。お、よくやった、バン。急いでその場から撤収するんだ。もうすぐ騒ぎに気づいて、警察が押し寄せてくる。もう警察に任せてればいいんじゃないの。こっちめっちゃ警戒されると思うんだけど。今檜山たちが君たちを檜山が君たちを迎えに行っている。はい、いいか、集合場所はどこ、教えてくんねえのかよ。ウィナーじゃなくて集合場所を先に教えてくれ。うわ、おもちゃのメダルしかゲットできてねえ。これでもファイナルブレイクしてもアサシンの装備手に入らなかったのかな。いや、ファイナルブレイクしたかったな。お、あのメッセージは正しかった。どのメッセージ？強い LBX を持った少年たちの力を借りなければ、ああ、なるほどね。暗殺は阻止できなかった。そうなんですかね。わかんないけど、別に。ああ、集合場所を聞かずにもう合流できてるわ。ハンターのおかげさ。いや、なかなかすごかったね、カズ。お前らは正真正銘、この国を救ったヒーローだ。まさか本当のことだったとはね、財前総理暗殺。信じられないよな、俺たちが総理の暗殺を阻止したなんて。13歳でそんなことをするやついないからな。すごすぎてママに話して信じてもらえないだろうね。頭のおかしい子だと思われるだろうね。アサシンと戦っている時怖くなった。はあ、相手は暗殺用の LBX だったんだ。下手すりゃ俺たちも。まあ確かに、そうだよね。バトルに夢中になってる間は実感湧かなかったけど、いつ殺されてもおかしくなかったわけだもんね。特にカズとアミは。教えてください、なんで俺たちがこんなことを。それになんで俺たちだったのね。バン、君に伝えておくべきことがある。はい。飛行機事故で亡くなった君のお父さん。死んでない、死んでない。え、なんで父さんのことを。実は君のお父さん。おお、知ってるんだ。生きている。こっから一気に物語の核に迫っていくわけか。お、父ちゃん。純一郎ね。おーっと、ここで第2章終了って感じかな。めちゃくちゃかっけえなこれ。いや、ハンターマジでいいわ。すごい好みの見た目してる。
オテクノロジーサミット、ネオテクノロジーサミット、世界中から優秀な科学者が集まるすごい会議なんだぞ。はあ、父さんは明日からその会議に行くんだね。飛行機が LBX の基礎理論を発表すれば行方不明になる、世界中の子供たちの手元に LBX を届けることができる。前日か。きっと世界中の子供たちにも LBX は受け入れられるはずだ。でも父さん、母さんや学校の先生はもう LBX は危険だから遊んじゃダメだって。バン、確かに LBX には危険なところがあった。しかし LBX のテクノロジーは未来へとつながっているんだ。父さんは信じてる。 LBX が子供たちの手に帰る日がいつか必ず来るとね。ほう、第3章、父さんを救い出せ。いきなり父さんが生きてる。お父さん救い出すのって最後の最後じゃないのか、物語の。でも父さんは飛行機事故で。バン、山野博士はさらわれたんだ、イノベーターに。なるほどね。何なんだよそのイノベーターって。闇の世界で勢力を拡大し続ける謎のテロ組織。首相の暗殺を計画したのも奴らイノベーターさ。奴らの真の狙いはもっと大きく深い。そのためにも君のお父さんの頭脳が必要だったんだ。はあ、真の狙いって？エターナルサイクラーの開発だ。エターナルサイクラー、エターナルサイクラー、何やそりゃ。無限のエネルギーを生み出す完全なる永久機関だ。すご世界中のエネルギー問題を全て解決することができる。ああ、それは山野博士、その理想を信じ一度はイノベーターへの協力を承諾した。作れたらすごいな。だがエターナルサイクラーは使い方を誤れば世界を滅ぼす兵器にもなるんだ。まあそれだけすごいものだとね。イノベーターはエターナルサイクラーの技術を悪用して世界を手中に収めようとしている。ああ、なるほど。そのことに気づいた山野博士はなんとかデータだけでも外に持ち出そうと考え、エターナルサイクラーのデータが詰まったプラチナカプセル、はあ、それを LBX のコアスケルトンに隠し助手に託した。じゃあ、そうだ、イノベーターは君の LBX の中に隠されたプラチナカプセルを奪還しようとしているんだ。だが強引に取り出そうとするとデスロックシステムが起動、内部のデータを消滅させる仕組みになっている。プラチナカプセルを回収するためにはデスロックシステムがオフになっているバトルの時しかないからな。君が狙われたのはそういう理由だ。ほう、なるほど。俺たちそんなことに巻き込まれていたのか。カズ、君のハンターもおそらくバンの LBX をサポートするために博士が設計した機体だ。そこまで明かしちゃうんだね。まあ J、 これ J が何なのかってことだよね。プラチナカプセルを狙って君にバトルを挑んでくるだろう。だがこれからは俺たちができる限りのフォローをする。心強いね困ったことがあればいつでも相談してくれ。あのうん、父さんは今どこに。まあそうだよね、そこが気になるよな。え、ああ、すまない、そこまではまだ分かっていないんだ。まだ確証はないんだな。なんかでもちょっと含みがあったな。博士の行方が分かったらすぐに連絡する。今は俺たちに任せてくれ。はい、分かってはいるのかな、あの今の感じだと。軽率な行動は取るなよ。政府や警察だけじゃない、イノベーターの力はこの世界のあらゆるところに潜んでいるからだ。なるほどね、政府や警察だから余計警察には協力できなかったのか。あー、なかなか話が膨れ上がってきたね。
お母さんにどう説明するんだろうね。ただいま。こんな時間まで何してたの？家土足なんだ。遅くなるなら連絡しなさいって言ったでしょ。心配するじゃない。ごめんなさい。ご飯できてるわよ。早く食べちゃいなさい。その後お風呂ね。あ、まあ言えないのかな。言っちゃダメか、さすがに。お母さんも多分知らないだろうからね。お？いいのか、あんなこと言って。あそこへの突入は命がけになるからな。首相暗殺の阻止のため彼らは予想以上の働きを見せてくれた。彼らの力が必要になる時はきっと来る。そうだな。突入ってことはあらかた調べがついたんだな。やっぱり知ってはいるのかな、多分お父さんの場所を。やはり博士はあの場所に。やっぱりか。解析した状態からして間違いない。天使の星、やはり神谷が絡んでいたか。お、何今の LBX。 あ、アサシン。これはなんだね。開発コード、アサシン。この研究所で設計データを見たことがあります。それで？財前総理の暗殺、それはあなたの指示ではなかったのですか。私の？バカな。あなたにとって財前総理は邪魔者。いなくなってくれた方が都合がいい。だからといってこんなことを。カイド先生、これは我々イノベーターの崇高な意思に反する行為です。リーダーを暗殺して世界を支配する、それが世界を変革するという意味ではないはずです。いつからイノベーターは野蛮なテロ組織になったのですか。すべて君の憶測に過ぎん。感情的ではいかんな、君ともあろうものが。私もまたイノベーターの一人として正義と平和のために行動している。その信念は一度たりとも揺らいだことはない。私は暗殺など知らんよ。信じましょう。その言葉。ところでプラチナカプセルの奪還はどうなっているのかね。このところ失敗続きだが、早くあのデータを取り戻さねば。計画に支障が出ることは分かっているだろう、聡明な君ならば。ご心配なく、ご指示に従ってすでに準備中です。結構では。私はこれで次の準備がありますので。うむ、博士によろしく伝えといてくれ。じゃあ誰の指示な。結局あんただよな。八神さんはすごい合理的な考え方してそうな感じなんだけどな。あれ何？晩遅刻？さっきの LBX はアミちゃんのか？おはよう、晩。何？どうしたの？バン、話があるの。ここじゃあなんだから体育館裏スラムで話そうぜ。もうあそこ行きたくないよ。ショップに限定商品が並ぶようになりました。おい、行くぞ。今日ショップではハイグレードのブルドといった。あー、なるほどね。コラの限定商品は何度かバトルを行いバンの家のベッドで休み日付が変わることで追加されます。はあ、なるほどね。ちょっとメールになんか来てんじゃないの。新商品入荷。おお、今日ブルドかい。本当にブルドなんだ。なんだよ、いらねえよブルド別に。もしかしたら次の日には入荷しているかもしれない。ああ、なるほどね。いや別にハイグレードのブルドいらねえな。友達メールは誰から？あとは任せろ。イノベーターが送り込んだ LBX の狙撃から財前総理を守ったお前たちの活躍は恐れ入ったぜ。お前たちじゃなかったらまず作戦は成功していなかっただろう。胸を張っていいぞ。だがこんな危険なことにお前たちを巻き込んでしまって悪かったと俺たちも反省している。
だから俺たちが山野博士の行方をつかむまでしばらくの間辛いだろうがおとなしくしておいてくれ。なるほどね。で、アミから大事な話があるらしいと。バン、これを聞いて。やっぱりアミちゃんのだったんだね。いいのか、あんなこと言って。あの二人なんか隠してそうだったからこっそり聞かせてもらったの。アミちゃんそれ、いや、いいのか。彼らの力が必要になる時がきっと来る。俺たちはあんたたちの手駒じゃないっての。やはり博士はあの場所に。解析した情報からして間違いない。博士は天使の星にいる。やはり神谷が絡んでたか。天使の星ってどこなんだろう。なんかの暗号か。わからない。ああ、やっぱりわからないことには変わりないのか。そこにきっと父さんがいる。俺、どうしても父さんを助けたい。やっぱりそう言うと思ったぜ。私たちも協力するわ、バン。俺たちの手で助けようぜ、バンの親父さんを。いいのか、カズ、アミ。みんなで力を合わせたから、首相の暗殺を止められたんだ。私たちの力を合わせれば、きっとバンのお父さんも見つけられるわよ。ありがとう、カズ、アミ。よし、やろう。決まりね。まずは、天使の星と神谷というワードについて調べましょう。だったら教室のパソコンで検索といこうぜ。なるほどね。放課後。パソコンルーム。天使の星。天使の星は何だろうな。神谷はなんとなく想像がつくけど。1万件？そんなに。占いの館絶対違うだろ。喫茶天使の星。どうでもいい、どうでもいい、そんなの。そうよね。他の国の言葉に追いかけてみ、置き換えてみたらどうなるか。はあ。エンジェルスター。ドイツ語わかるんだ、アミちゃん。すごいな。すごいね、アミちゃん。お？エンジェルスターマックス？は？何それ、何それ、どういうこと？とりあえず校庭に行けばいいのか？なんだろう、エンジェルスターマックスって。え？校庭ここじゃねえの？あー、なんか工事してたね、そういえばさっき。お？何これ？どうしたの、リュウ？うひょ、アビちゃん。うひょって言うな。リュウ、知ってるの？エンジェルスターのこと。何言ってんだよ、アミちゃん。エンジェルスターといえば、この、神谷重工のエンジェルスター。ほー。なるほど。あの人たちもそんな言葉言ってたよね、神谷って。はあ。何それ。会社なのか。神谷重工ってのは国内最大手の工業メーカー。エンジェルスターってのはその、重工業機械のブランドだよ。はあ。エンジェルスターマックスって聞いたことあるだろ。ない。ないの？仕方ねえな。エンジェルスターマックスは国内最大のアームロボットで、エンジンは最新の神谷 DD を搭載。ダイレクト HTS、それでさ、長えな。おまけにその工場券を、それでかまったかっこいいんだよ。リュウって重機マニアだったのね。だからブルドなんだね。そこの壁にな、シンボルマークに天使の羽が描かれててすっげえでかい。ほう。だから俺たち重機マニアにとってエンジェルスターはまさに聖地、憧れの場所なんだ。でもセキュリティが厳しくてなかなか見学させてくれない。はあ。へえ。兵器製造の疑いがある大企業、セキュリティの厳しい工場。明らかに怪しいわね。行ってみよう。何か手がかりがつかめるかも。父さんを見つけ出すって決めたんだ。まずは行動しなくっちゃ。そうね。なるほどね。で、神谷重工に行ってみるっていうことになるわけか。いねえよ、もう。シティマップにエンジェルスターが追加されました。
なるほど。よし、じゃあまあ今日はこれぐらいのとこで終わっておくか。まあ次の目的地も決まったことだしね。父さんはエンジェルスターにいる、ま、場所は町の外だってことだよね。まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。まあエンジェルスターの地下に一体何があるのかっていうのね、まあ分かりませんけども、まあ、次回のお楽しみにというわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。